はい、まあ今年もまあ終わりということで残り頑張っていきましょうっていうことで、あれですよね、まあ、最近ね、まあ、宗教絡みっていうか、まああんまりね、宗教の話とかすると、まあ、変な顔されるんですけど、まあ、最近はね、その結構有名な現代宗教っていうんですか、まあ、そういう、まあ、宗教団体の、まあ、偉い人、まあ、教祖さんみたいなのが、まあ、亡くなられてるんですよね。でやっぱしね、まあ、最近都会とか日本人自体が、まあ、宗教離れ、まあ、してきてるなみたいなことでなんですよね。で、まあ、宗教離れですよね。で、ある社会学者から言わせれば、その、まあ、結局はね、まあ、その世の中が極楽やったらいいんですけど、何も考えんと普通に働いてれば収入が入ってきて、その生活に満足できてるんやったらいいんですけど、まあ、そうじゃないんだとしたら、まあ、やっぱりその救いが必要なわけなんですよね。で、まあ、これはあれなんですけど、まあ、地下鉄サリン事件というのが、まあ、あったのがきっかけやとは思うんですけど、まあ、特にね、戦後以降からの、あ、そういえばね、まあ、なんとか教会っていうのをね、まあ、騒がれましたよね。で、まあ、またその 前回の、まあ、得たね、まあ、それもね、まあ、安倍さん暗殺の後からもうずっとね、まあ、何々教会っていうことで、まあ、あったわけなんですよね。で、まあ、それも、まあね、僕はその前回の動画で、まあ、そういう一連のこの流れっていうのは、まあ、何がしかのそのね、なんていうの、意思を感じるっていうか、まあ、あれですよね、まあ、何々教会であったりとか、まあ、裏金の問題、清和会、安倍晋三さん、まあ、第一安倍政権で、まあ、安倍さんがあれだけ叩かれたっていうね、まあ、なんかそういういろんなストーリーがね。で、まあ、暗殺もね、暗殺っていうか、まあ、安倍さんが亡くなられたことも、まあ、いろいろ言われてますよね。で、まあ、そこはまあ今日は置いといて、で、まあそうなんですよね。まあ、特にね、でもな、大川、大川さん、幸福の科学のね。で、まあ、僕はね、宗教って言えば、でも僕の周りにもね、まあ、そういう、いや、多分みんな分かってると思うんで、まあ、統一の人はいないんですけど、まあ、だから多分、あ、統一っていうか、まあ、まあ、テレビで騒がれてる宗教、まあ、大先生ですよね、まあ、それから王さんですよね、あと誰やってるの、まあ、一番有名なのはあれですよね、商人ですよね、なんかそういう、まあ、でも別に、まあ、僕はでもね、宗教活動とかあっても、まあ、知らん顔して通り過ぎるんで、まあ、別に自分にとってはまあ害はないんですけど、で、まあね、やっぱしね、その地下鉄サリン事件があってから、やっぱ宗教が危ないんだっていう認識に変わってきて、まあ、結局ね、信じても救われへんっていうことなんですよね。で、まあ、そこで、まあ、言うた宗教離れみたいな話があって、 でもやっぱりその人間っていうのは救いを求めるんで、まあ、その後マルチが流行ったらしいんですよね、ある時期ね。僕らそんな意識してなかったんですけど、P ウェイっていうんですよね、まあ、特にその何ウェイっていうマルチ、まあ、マルチってそのなんかそのお鍋とか浄水器とか食品とかを割高で売ってるみたいなのも流行ったらしくって、そういうのを、まあ、大量に仕入れて売り上げたらその利益になるみたいな、まあ、そのピラミッドになってるらしいんですけどね。で、まあ、ただね、まあ、特にね、
戦後以降の、まあ、宗教みたいなね。で、なんとか教会については、まあ、あえてよく言われているのは、まあ、バックに、まあ、要はね、なんていうんですか、そのある、まあ、アメリカの CIA がその諜報活動に使ってたみたいな、まあ、噂みたいなね、まあ、こともまあって、まあ、岸信介さんとまあつながってたみたいな、まあ、話なんですね。あと、その、なんていうんですかね、あ、特にね、最近はそのイスラエル・ハマスの、まあ、戦争が、で、戦争っていうか、紛争っていうか、まあ、ガザ地区でなってて、まあね、イスラム教の人たちをね、すごい怖い人たちだみたいな風に、まあ、言う人もいるんですけどね。で、まあ、宗教について言うと、宗教でもね、普通、まあ、言うたら僕アメリカにも行ったことあるんですけど、世界はまだまだ信心深い人っていうのは、まあ、結構多いんですよね。まあどっちかっていうと論理思考と数学の人とかはなんていうんですか、その無神論っていうんですかね、まあ、神様なんて信じても仕方ないっていうか、そういう方向に行きがちなんですよね。で、まあその、まあ、数学のとか論理能が高かったら、まあ言ったらそのなんていうんですかね、まあ、この前も話したんですけど、その自民党に投票してもしょうがないよねとか、自民党に投票するの嫌なんだよねみたいな結論に達して、まあ言ったら都民ファーストとか、まあ、そういうところに、まあ、維新とかにも入れるんですよね。で、積極的選択じゃないんですけど、まあ、消極的選択としてっていうことかもしれないですけど、で、まあそういうことですよね。でもね、まだまだね、世界をね、だから信心深い人も多いっていうのがまあ実情なんですけど、じゃあその宗教で危ない人っていうのは、いわゆるね、原理主義的な人なんですよね。キリスト教とかでもそうなんですけど、まああとは、まあ、悪徳なハマスの上層部も言われてますけど、その悪徳な上層部にうまいことを、ね、利用されるっていう、まあ、そういうふうに洗脳していくらしいんですよね。で、まあ、そういうのがね、危ないっていうね、まあ、特にね、まあ、言うたかつてのなオウム真理教もそうやったと思うんですけど、まあね、まあ、ただ、まあ、よく言われてる幸福の科学とか、まあ、言うたら大先生、死んだ大先生の宗教、まあ、総運とかは、まあ、そこまででもないって、洗脳とまではまあいかないですよね。まあ、洗脳とか危険になったらまずいですけどね。なんでだから俺はキリスト教だけど、まあ、たまに礼拝行くよぐらいの感覚なんですよね。で、死んだら土葬やかなみたいな感覚の人がまあ普通の感覚なんですよね。で、どっちかっていうとね、原理主義的な人の方が、まあ、ちょっと厄介だみたいな部分もあって、必ずしも例えば僕なんかが死んだら火葬になるわけですよね。まあどっかで白骨したい、白骨化でもしない限りとかですね、まあ、宗教からね、宗教なんかな、まあでもまあ場所がないっていう噂もあるんですけど、なんでまあ日本、今の現代の日本に比べてまだまだその世界っていうのは信心深い人も多いけど、まあ、危ないのは熱心な人っていうことで、熱心な人っていうのは、まあ、各宗教にそんなに多くないんですよね。で、なんでただね、そのやっぱしね、人間って心細かったりとかいろいろすると思うんですよね。まあ、死ぬのが怖いとかね、まあ、いろいろあるんで、やっぱしその完全に宗教を消してしまうっていうことは、まあ、できないんですけど、まあ、でもね、まあ、日本も変わったかなみたいなことで、まあ、無宗教といえばね、まあ、共産主義とかになってくると思うんですけど、まあね、時代が進めば、まあ、共産主義イコール、まあ、言うたらそのインテリによる
まあ、知的神様を信じない知的階層による計画経済とか社会の管理っていう考え方らしいんですよね。なんで、まあ、時代が進んでいけば無神論になっていって、まあ、そういう、まあ、今リベラルがそれって言われてますよね、まあ、共産主義に近いみたいなね、共産主義というか社会主義というかっていうことで、ただね、その、まあ、とはいえね、やっぱり完全にね、宗教的な部分を人間から切り離すことはできないっていう、まあ、そういうことで、人間は理屈じゃない部分がある生き物だっていうことで、まあ、だからそこで、まあ、なんでね、自民党に票を入れる人がいるかっていうのは、まあ、そこに戻っていくんですけど、まあ、理屈じゃないみたいなね、まあ、生活がかかってるから、まあ、そのあの先生何言ってるか分からへんけど、まあ、予算取ってきてくれるから票入れとこかとか頼まれたからみたいな感じやと思うんですね。で、都会の人とかはまあね、まあ、自民離れみたいなね、どうせ悪いことやってるんやろみたいなのを見てるみたいな話で、まあ、ちょっとね、政治の話とごっちゃになったんですけど、ただそのなんていうんですか、まあ、宗教とね、まあ、宗教保守共産主義ですね。で、宗教の敵は共産主義で、敵の敵は味方なんで、保守とくっつくみたいな感じなんですよ。だからその理屈で、まあ、あのかつて の、 その安倍さんのおじいさんの岸信介っていうのは、岸信介さんだけじゃないんですけど、まあ、どっちか保守っていうのは、まあ、宗教、高等、そういうのを大切にするっていうことで、今日終わろうと思います。では、さよなら。